ご視聴ありがとうございます。今回は、バーチャファイターの誕生を、ご案内します。バーチャファイター懐かしいね。バーチャファイターは、1993年に、セガからリリースされたアーケードゲームだよ。翌年にリリースされた、バーチャファイター2は、格闘ゲームの火付け役となった。カプコンのストリートファイター2と、双璧をなすほどの大ヒットしたゲームだよ。今回の動画は、世界初の 3D 格闘ゲームであるバーチャファイターの、プロトタイプの開発物語です。物語は、1980年代のゲームセンターから始まります。1980年代のゲームセンター。少年は、今日もゲームセンターで遊んでいた。1980年代は、家庭用ゲーム機のファミコンが、大ブームの時代。でも少年は、ファミコンよりもゲームセンターのゲームが好きだった。少年の名は、石井誠一、後にバーチャファイターのプロトタイプを、開発する人物だよ。少年だった石井さんは、毎日ゲームセンターで遊んでるうちに、ゲームセンターの対戦格闘ゲームを、プレイしていて不満に思うことがあった。なんか、動きがリアルじゃないなぁ。動きや技が単調で格闘技も、リアリティが表現されてないな気がする。操作の連打と反射神経で、戦うゲームでは、面白くない。もっと、対戦相手との駆け引きとか、間合いで勝負できる格闘技ゲームってないのかな。もし、対戦で負けても、自分がやられたことが、納得できるゲームが硬い。石井さんはゲームだけでなく、漫画や映画、そして格闘技も大好きだったんだ。漫画は、空手バカ一代やドラゴンボール、ケンジなど、映画ではジャッキーチェン、そして格闘技は、前田明選手が立ち上げた格闘団体の、リングスが大好きだったんだ。格闘技好きだねー。そして、家庭用ゲーム機で唯一好きだったのが、ゼルダの伝説シリーズの神々の、トライフォースや夢を見る島だった。おお、ゼルダー。石井さんにとってのゼルダの、伝説の魅力は、経験値やレベルで強くなるのではなく、新しいアクションができるようになることで、強くなっていくこと。そして、プレイ時間が長ければ強くなるのではなく、感覚やひらめきが重要になるところにも、面白さを感じていたんだ。ゲームを通じて感じた、感覚やひらめきといった経験は、後に開発するバーチャファイターにも、反映されることになる。感覚やひらめきが表現できる、理想の格闘ゲームを、作ることを求めて、大学で 3DCG の、技術を学んだ石井さんは、1990年に、念願のセガへ入社するんだ。そして、石井さんは、鈴木優さんが率いる、セガのアーケードゲーム開発部門の、第8研究開発部に、3DCG デザイナーとして、配属されることになる。その頃、セガでアーケードゲームを作っていたのは、第1研究開発部、通称1研、そして鈴木優さんが率いる、第8研究開発部、通称8研だった。その後、社内の組織を、AM と CS に分ける組織改編があり、8研は、第2アミューズメント開発部、通称 AM 2研になります。セガは、組織変更が頻繁にあるので、わかりやすく AM 2研で、統一して呼ばせていただきます。よろしくお願いいたします。ちなみに、鈴木優さん率いる AM 2研は、その当時からアウトランやスペースハリアーなど、数多くのセガを代表するヒット作を、生み出しているんだ。バーチャーレーシングの開発。こうして石井さんは、鈴木優さんのもとでまずバーチャーレーシングの、開発プロジェクトに参加することになる。石井さんにとって、バーチャーレーシングの開発経験は、ゲーム作りに関していろいろ学ぶことができ、それが今後のゲーム開発の、大きな財産になっていったんだ。また、石井さんは与えられた仕事の傍らの、空き時間を利用して、コツコツと 3D ゲームの、プロトタイプを試行錯誤しながら作っていたんだ。これが後のバーチャファイターに繋がっていく。打倒、ストリートファイター2。石井さんがセガに入社した頃の、アーケードゲーム業界では、1991年に、カプコンからリリースされた対戦格闘ゲームの、ストリートファイター2が、大きなムーブメントを巻き起こしていた。大ブームだったよね、スト2。セガは、打倒ストリートファイター2に、燃えていた。セガは、打倒ストリートファイター2を、目指して、2D で 3D 空間を、疑似的に再現したダークエッジ、アニメ的な手法を活用したバーニングライバルなどを、リリース。しかし、ストリートファイター2の牙城を、崩すことはできなかった。無念。そんなある日、石井さんは、上司の鈴木優さんに、コツコツと開発してきた、格闘 3D ゲームの、プロトタイプを見せてみたんだ。優さん、この格闘ゲームどうです？面白そうだな。これ 3D で作っているのか？そうですよ。
僕はリアルな格闘ゲームを作ってみたいんですよ。面白そうだな。鈴木優さんは石井さんのプロトタイプを見て、一スタッフだった石井さんをリーダーに任命、そして格闘 3D ゲームの実験プロジェクトが始まったんだ。バーチャファイターひどい。1990年代初めは、最先端の技術を駆使しているアーケード業界でも、3D ゲームの開発をしていたのは、ナムコくらいだった。さすがナムコ。ゲーム業界で、本格的に 3D を使うようになるのは、家庭用ゲーム機ではプレイステーションが、発売された1994年以降であり、PC ゲームでは、1990年代末くらいからなんだ。まさに、3D の黎明期だね。石井さんの、格闘ゲームの開発は、セガにとって初めての 3D ゲームの立ち上げプロジェクトだったんだ。しかし、3D でのゲーム開発は、まだ黎明期の時代、バーチャファイターの開発は試行錯誤の連続だった。石井さんは、少年の頃から志していたリアルな格闘ゲームを目指していた。バーチャファイターのようなリアルな動きを表現するには、2D ゲームの開発方法とは、全く違った発想が必要だったんだ。バーチャファイター以前の対戦格闘ゲームは、キャラクター同士が触れていなくても、ヒット判定させたり、攻撃判定の発生を、早めたりして、ゲームのバランスを調整していた。それをバーチャファイターでは、3D で作られたキャラクターの、体が触れないと、攻撃判定が発生しない仕組みにして、バランス調整をキャラクターの、動き方で行うようにしようとしていた。リアル。それに、3D ゲームではモーションという概念が、重要で、当時はまだモーションキャプチャシステムもなく、どの程度の質で、どれくらいの量で、モーションを作ればいいのかも、わからない状態だった。そもそも、モーションでゲームが作れるとは、誰も思っていなかったんだ。まさに試行錯誤。石井さんは、大好きだった漫画や格闘技から、キャラクターのモーションをイメージして、それを CG で再現する試みを、何度も繰り返し挑戦してみた。格闘技のイメージは、相手を攻撃するときは、どうする？例えば、相手に向かって一気に踏み込み、軸足に力をため、そこから腰の回転で蹴り足がしなるように、相手の頭部を狙い、そして、肘から先が加速して蹴り抜く。こんなイメージかな？リアル。石井さんは、バーチャファイターのキャラクターの、動きの研究だけでなく、コンセプトに関しても考えていたんだ。今までの対戦格闘ゲームにはない、触り心地が違うものにしたいな。キャラクターたちがリアルに動き、対戦相手の動きを見て、対応できるようにして、その結果、負けても納得できるような格闘技を、目指したいな。格闘技ならリングアウトもあるだろうし、その一方で飛び道具系の、攻撃は絶対に出すべきではないし、死闘ではなく競技として、誰が一番強いのかを決めるというコンセプトにもしたい。本格的な、格闘ゲームを作るなら、リアリティの演出は、譲れない部分だな。絶対。バーチャファイターでは、ルールに則った競技で、キャラクターは自分と一体であるということを、重要視していたんだ。まさにリアルな格闘技。バーチャファイターのキャラクターたち。石井さんはバーチャファイターの、キャラクター設定にもこだわりがあったんだ。最初に作られたのが、ジャッキー・ブライアント。リーダーの鈴木優さん。このキャラクターは、ドラゴンボールのスーパーサイヤ人を、イメージして作ってくれない？わかりました。ジャッキー・ブライアント誕生。ラウも、ドラゴンボールの登場人物である、タオパイパイをモチーフにしているんだ。開発ネームの時は、タオだったんだよ。なので娘のキャラクターは、パイになりました。ナウケンとパイケンも誕生。ジェフリーは当初はウィリーという名前で、クマ殺しと呼ばれた格闘家の、ウィリー・ウィリアムスから名付けられたんだ。サラは、映画のターミネーターに登場する主人公の、サラコナーからイメージして作られました。結城彰のモデルは、当時 K1 で活躍していた、佐竹正明選手です。ジュラルは、手塚治虫先生の漫画、リボンの騎士のジュラルミン伯爵が、ルーツです。そして、忍者の影丸。忍者は、定番だね。こうして、完成した、バーチャファイターのプロトタイプは、バーチャファイターの製品版、そして自作のバーチャファイター2へと繋がっていくんだ。石井さんは？石井さんは、その後セガを退社して、ナムコの格闘ゲーム、鉄拳の開発に携わり、その後は、ドリームファクトリーを創業して、トバルナンバーワンやバウンサーなどを、開発したんだ。現在は、カナダに在住しています。石井さんは、
後のインタビューでこう言っています。新しい革新的なコンセプトを持った対戦格闘ゲームこそが、自分の人生をかけるのにふさわしいものだと思っていました。プロトタイプ開発では自分の知見や経験、そして発想といったものを十分に活かしたつもりですが、今思えば自分のわがままを通した部分もあったと思います。しかし、あのプロトタイプのおかげで、チームスタッフの力を巻き込むことができ、U さんや会社の大きな後押しを受けられたとも感じています。プロジェクトを実現に導くという点で、プロデューサーとしての U さんの力はすごく大きかったと思います。あの時、あの場所で、U さんと仕事できたことは幸運でしたし、深く感謝しています。石井さんが磨いてきたセンスや、モーションへのこだわり、鈴木優さんの統率力、あの時代のセガや AM2 件という組織、そして新しいテクノロジーのモデル1の存在が、奇跡的な化学変化を起こしたんだよ。バーチャファイターの誕生。今回は、ここまで。次回は、いよいよ鈴木優さん率いる AM2 件による、バーチャファイター2誕生を、ご案内します。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。